チャオ、こんにちは、スクです。フードファイタークリッカー続きやっていきます。ダイヤをまた5万くらい貯めたんで、新しい衣装ゲットできるんだけど、とりあえずこの今のミイラ男がどれくらい食べれるかっていうと、この巨人のケーキね。口の中とね、胃には全然たまんないんだけど、とにかく一口が小さいんだよね。いや、人間にしちゃめちゃくちゃでかいんだけど、とりあえずケーキの10個チャレンジはクリアできそうなんで、こいつだけチャレンジしていこう。よし、行こう。で、この次の食べ物がうまそうだな、おい。この次の食べ物が、まあ、無理そうだったら、ガチャしていこうかな。いや、いいよね。こんだけケーキ腹いっぱい食べてたらさ。このミイラ男、健康じゃねえか。包帯ぐるぐる巻きだけど、全然健康じゃん。こんなにいっぱい食べられるなんて。食欲旺盛すぎるわ。こんなに食べたら太っちゃうよね。いいな、俺も食べたいな、こんだけいっぱい。でも絶対太っちゃうわ。ちょ、栄養バランス考えなくちゃ。野菜どんだけ食べたらいいんだ？こんなに甘いもん食ったら野菜どんだけ食べなくちゃいけないんだろう。よし、クリアできそう。よっしゃー！オッケー。お金だいぶ貯まったな。よし、次の食べ物見てみよう。次なんだろう。巨人の食べ物。ケーキの次何これ？高山って何？高山？なんかシューマイみたいかこれ。なんだこれ。ケーキ1個食べちゃって。高山って何？鉱山？何？たこ焼きかこれ。たこ焼きっぽいね。高山って。韓国とか中国の方とかって、たこ焼きのこと高山っていうの？マジ？知らんかった。もしかしたら全然違うのかもしんないけど、タコ入ってないのかもしんないけど、パッと見すげえタコ焼きっぽいよね。うわ、すごい。もうお金の単位が意味不明。1渡しになっちゃったよ。1渡し、2渡しって、私がどんどん増えてっちゃうね。ガチャで新しい衣装ゲットしなくてもクリアできそうなんで、ちょっとまあこれもクリアしちゃおう。高山 ×10。高山さんが10人。よし、いけいけ。高山食べちゃえ。あ、タコ焼き食べたいな。そういえばさ、最近さ、夏のお祭りがさ、復活してさ、地元の方とかで、友達と一緒に行ったりしたんだけど、ただね、たこ焼きね、たまたま通りかかったコースが悪かったせいかね、たこ焼き売ってなかったんだよね。だからちょっと名残惜しいんだよな。お祭りでたこ焼き食べそびれたんだよね。ちょっとそれがね、今心残りで、このたこ焼きがね、めっちゃ食べたい。あ、たこ焼きじゃなかった、高山が。高山めっちゃ食べたい、今。高山うまいのかな？うまそうに食ってるけど。うわ、もう連打してん疲れてきたけど、全然余裕だね。時間余裕。オッケー！食べきれ！よし！もう全然余裕すぎるな。よし、じゃあ、このまま次の食べ物見てみよう。次なんだろう。スイートポテトだって。ちょっと食べてみようぜ、スイートポテト。でかっ！芋でっか！超でかいんだけど。おなら何発出るんだ、これ。すっごやっばいや、でも俺焼き芋も好きだな。焼き芋食べたいな。すーげーな、これ。これもミイラの衣装のまんまいけちゃいそうだけど、でもダイヤが5万あるんで、次の衣装見たいよね。じゃあ次の衣装見るためにガチャやっちゃおう。じゃあまず髪型から。ドーン！お、なんか出た！出た出た！いきなり出たぞ！救急って。なんかツタンカーメンっぽい感じだな、きっと。衣装変えてみよう。おー。頭がツタンカーメンで体がミイラだ。まあ、そんな間違っちゃないけど。あ、なんか早くなった気がする。食べるのがめっちゃ早くなった気がする。よし、じゃあ次体行ってみよう。ドーン！あ、もういきなり出た！いきなり出た！やった！ででーん！おー！ツタンカーメンってこんな感じか。ツタンカーメンなのかどうかとかよくわかんないけどね。昔のエジプトの偉い人の衣装って感じ？もうめっちゃ強いね。よし、じゃあ、石焼き芋の10個チャレンジ行ってみよう。スイートポテトだった。スイートポテト、これスイートポテトかな？スイートポテトってこれじゃなくね？え、俺の知ってるスイートポテトこれじゃないんだけど、これ焼き芋っしょ。もしか生の芋っしょ。スイートポテトってなんかこう練ってさ、甘く美味しくしてあるやつのことだと思うんだけど。
まあ、これも甘い芋だったらスイートポテトなのか。っていうか英語でサツマイモのことをスイートポテトって言うんだっけ。だとしたら合ってんのか。日本がちょっと変わってるだけか、呼び方。うわぁ、いっぱい食べたいなぁ、芋。でもおならがやばそうだな。プッ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 プって出まくりそう。倉庫行ってるうちに食べ終わりそうだ。そして俺の指がもう釣りそう。カチ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 ずーっとタップしてます。よし、飲み込め。よーし。口の中にたまんないからなぁ。よっしゃ、じゃあ、また次のガチャ行こうか。もう全然余裕そうなんだよね、これ。次のガチャ行ってみよう。てかさっきさ、この新しいのもすでに出てたよね。これ何？なんか坊主頭なんだけど、これ。誰？坊主じゃないか。すんごい前髪パッツンなんだけど。パッツンファラオになっちゃった。ちょ、体のガチャもやる？体もさっき出てたっけ？あ、出てる。え、ピーピー？これさらに次じゃない？もしかして。ピーだもん。あーなんかこれあれかな、宇宙船で旅するなんかちょっと宇宙人みたいな人のドラマみたいなやつ、そんな感じか。じゃあもう次のさ服手に入れちゃってるからちょっと見る。次の服さ、これ絶対スーパーマンじゃんこれ。前髪パッツのスーパーマンになっちゃった。ちょ、頭もゲットするか。ガチャしよう。頭出てないんだよ。頭のスーパーマンが欲しいよね。ないな。頭のスーパーマン出てこい。お、出た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 。お、いいじゃんいいじゃん。ぽい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 。映画のスーパーマンこんなんだよね。おー。もう強すぎて全然よくわかんない。一口はもうずっと変わんないね。よし、じゃあ、芋の次、芋の次みんな忘れてた。なにこれ？ジェジャルニアリアン。何これ、チャキーン。後ろでチャキーンとか言ってるけど、なんか麺だね、美味しそう。おお、何これ、スパゲッティみたいな感じ。つゆはないもんね。スパゲッティかな。いや、どうでもいいけど、この丼めっちゃでかい。スパゲッティではないか。目玉焼きとかもあるし。何これ、美味しそう。食べたことない。俺、ジャージャー麺なのかな。よくわかんないんだけど、美味しそう、とにかく。もやしが入ってるね。あとちょっと麺の色からして辛そうだね。よし、じゃあこれの10個チャレンジ行ってみよう。ジャージャー麺かな？なんだろう。ジャージャー麺もなんだかよくわかってないんだけどね。まあ、とにかく美味しそうではある。スーパーマンってさ、食う量って多いのかな？映画のスーパーマンって。それとも普通？超普通？確かスーパーマンって変身する前はなんか新聞記者とかなんだよね。よく知らないけど。で、電話ボックスかなんかに入って着替えて出てくるんだっけ。なんかそんな設定だと思うんだけど。でももう今の時代ってさ、スマホの時代だから電話ボックスってもうないんじゃない、あんまり。まあ、どっかにはちょっとあるのかもしんないけど、飲み込め！よーし。着替えるの大変だね。よし、じゃあ、このジャージャー麺の次の食べ物見てみよう。うん、米だって。米？米？うわぁ、米だ！なんでスプーンで食べんだ？箸で食べろ。おー、まあ、スプーンの方が食べやすいか。おー、やばい、お腹空いてきた。食べたいな。おー、いい食いっぷりですね。よし、じゃあ、スーパーマンの次の衣装も見たいんで、まだダイヤもあるんで、ガチャ行っちゃおっか。髪型から、ドーン、出てこない。ドーン、出てこない。ドーン、出てきませんね。もう一回、もう一個ぐらいスーパーマンの頭が出たら。あ、出た出た。これ合体させたらいけるかも。お、いけた。なんだこれは。あ？なんか、昔の人の帽子みたいな。なんか帽子の上のとこちっちゃくね。なんだろう。船とかで仕事する人みたいな、昔の。小さい川とかをさ、船で荷物運ぶ人みたいな。なんだろう、衣装も手に入れよう。ピーピー1個出た。でも1個じゃダメなんだ。もう1個ぐらい出てこい。もう1個。もうピーがいっぱい出てきてる。もういい加減これ合体させたらいけそうか？わあ、出た出た出た、H！
なんだこれ、なんか農家の人かな、だから米食べるのか、なんだろうね。でもなんか働く人っぽいよね、この感じ。めっちゃ米美味しそう。おかずなしでこんだけいけるってすごいね。いい食いっぷりです。よし、じゃあお米の10個チャレンジ行ってみよう。これちょっと食べちゃって。よし、10個チャレンジ、いけ！うわぁ、ライスライス、ライス大好き、米大好き。I love 米。俺もめっちゃ米好き。でも米食べすぎると太るって言うから、でも食べないのも良くないんだって。一応必要な栄養素だから、炭水化物って。だから、一応ね、少しは食べた方がいいみたい。で、まあおかずも、まあ、肉、魚、野菜とかね、いろんなの。バランスよく食べるのが一番いいらしいよ。でもね、一番ね、いいのは、お味噌汁。お味噌汁をおやつ代わりにずずっといくと、結構お腹がいっぱいになって、少しの量なのに、満たされるらしいよ、食欲が。つってね、まだね、インスタントの味噌汁買ったまんまね、まだ一回も飲んでない。普通にね、バナナとかね、ポテトチップスとか食べちゃうね、せんべいとか。よし、じゃあまだ3万あるからガチャやっちゃおう。ドーン。ドーン。出てこないな。ドーン。あ、1個出たけど。ドーン。ドーン。出てこないの、ドーン。2個目。ドーン。あ、3個目。もう1個来たらもう、合体でいけそう。ドーン。ドーン。出ない。ドーン、出ない。出て。うわ、嘘。あ、出た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 。普通に出た。やった。ちょっと頭だけ変えてみよう。誰？誰？なんか、お料理クッキングの司会の人。テロルテッ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 テ、テロルテッ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 テ、テロルテッ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 テ。こんな人いたようでいないよね。よし、じゃあ服変えてみよう。服を変えればこの人が誰なのかわかるね。ドン！ドン！違った。ドン！出ない！うわ、違う、違う、出て！ない！ない！H！ あー、もう、もちもち合体させればいけるか？ない！ちょっと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 、もう一個ぐらい H！ H がない！ちょっと、ちょっとちょっと！あ、H 来た！合体させてみよう！よし、いける！おー、なんだこれ？ジャージ？なんかジャージ着てる人だよ。学校の先生？なんだ？それともただの学生？まあ、学生でも食欲旺盛な人はいっぱいいるからね。運動系の人とか。めっちゃ食うね。いいね、いいね。学生なのか先生なのかわかんないけど。まあ、どっちにしてもいい食欲です。素晴らしい。よし、じゃあこれの、そうだ、ご飯の次見てなかった。いや、次ピザだって。あれ、ピザってでも、うわ、でっか。すげえいいな。こんだけいっぱいピザ食べたいな。でもこの耳の部分がでかすぎて絶対食べきれない、こんなん。ここだけでお腹破裂しちゃう。やば。でもさ、どうしよう、俺耳好きなんだよね。耳から食べ始めたら絶対こっちのさ、具のあるところたどり着けないじゃん。だってここをさ、ちょっとパクパクって食べただけで絶対お腹いっぱいになっちゃうよ。大変だ。よし、これで10個チャレンジ行ってみよう。これサイズで言ったら何なんだろうね。LL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 
TQRSTU ぐらいかな、これ。UUUUU ぐらいかな。いや、ZZZZ かな。およくわかんないや。うわー。すごい、大きいピザ食べてみたいな。これ、よく見たら、ピザの耳の穴の中に、穴っていうか、このピザの耳の中に、チーズだかなんだかよくわかんないけど、何か入ってそうだね。ちゃんと凝ったピザだね。美味しそうだね。はぁ、お腹空いてきた。いい食いっぷりだなこの人。誰なんだろう、先生なのかな、学生なのかな。このなんか、おしゃれな髪型は先生かな。若い先生だね。若い体育の教師かな。よし、食べ終わるぞ。飲み込め。よーし。よし、あと2万あるから、もうガチャしちゃおう。
髪型、ドーン、ドーン、あ、出たぞ、一個。ドーン、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 出ない。あ、二個目。ドーン、あ、三個目。あ、四個目、五個目。あ、もう絶対合体できる。ドーン、おお、なにこれ、え、なにこれ、なんか頭の上にちょっと乗っかってるよ。なんだこれ、ちょんまげなのか、いや違うよね、なんだろう。ちょっと衣装もガチャやってみよう。ガチャをやればなんだかわかるはず。あ、今一個出たぞ、ジャージ。まだ一個だけ、出ません。まだ一個です。出ません。はー、いきなり出た、なんだこれ。もしかしてもう次のやつ、いや違う、順当に次のやつだ。なんだこれ、え、この人誰。なんかここにさ、ベルトっぽいのがある。運転手、スポーツカーとかレースの、もしくはなんかスカイダイビングとかする人。な、何この衣装。よくわかんないんだけど、謎すぎる。なんだこの人は。この頭何なんだろう。よし、じゃあ食べ物次見てみよう。あ、次うどんだ。なんで急にうどん。巨人のうどんってどんなんだ、ちょっと見てみよう。うわー、すげーでっかい丼だ。よし、じゃあこのうどんをチャレンジして今回終わろうかな。やば、ちょっと火がついちゃった。ちょ、いっぱい食べて、食べまくれ、食べまくれ。この味はどういう味なんだろうな。だしの効いてる関東風か、薄味の関西風か、どうなんだろう。それとも本場香川の味か。よし、じゃあうどん10杯チャレンジいってみよう。さあ、すすれすすれ。あ、これ1本ずつ食べてる。1本ずつ食べてる割にはめっちゃ早いね、減るのが。すご。この人何なのか全くわかんないんだけど。何なの、この髪型。誰？この服何？レーシングカーのドライバー？それともスカイダイビング？もしくはなんか他のスポーツやる人？全然わかんないんだけど。なんだろうね。ちょっと何だかわかる人コメントとかで教えてください。もう全くわからん。何する人だろう。それともただの変なファッションの人？なんだろう。あ、食べ終わる。よし、飲み込め、イエーイ、やったぜ。おー、レベルもめっちゃ上がった。はい、というわけで今回は最後は全くもって謎の人で終わりました。次の食べ物見てみよう。次のは、穀物。穀物って何？米も穀物じゃん。米以外の穀物ってこと？あー、わかったわかった。これ牛乳とかに浸して食べるオートミールとかフルーツグラノーラとかそんな感じだ。俺超好き。フルグラ超好き。甘くてさ、サクサクしててさ、美味しい。で、やっぱ牛乳とかにちょっとつけて、俺の場合豆乳でやってるんだけど、美味しいよ。あとね、きな粉もね、ちょっと振るとね、美味しいよ。でもついつい食べ過ぎちゃうからね、気をつけてみんな。はい、というわけで続きが気になる人は高評価ボタンポチッと押して応援していってください。ダイヤを頑張って貯めて、また次撮ろうと思います。それじゃあまたね、バイバイ。